今日はプレーンの焼きドーナツの作り方をご紹介していきます。まず今日使う型なんですが、ダイソーで購入したシリコンの型になります。ここに薄くバターを塗っていきます。柔らかくなった状態のバターですね。今回はハケで塗っていますが、自宅で食べるようであればこう指でさっと塗ってしまっても問題ないです。そして冷蔵庫で型を冷やしておきます。次に米油とバター、これを予熱をする前にレンジで温めます。今回は風味付け用にバター、しっとり感を維持するために液体のオイル2種類を掛け合わせて使っていきます。レンジで温めて熱々の状態になったら OK です。まずは全卵 75g、 だいたい1個半になります。そこにグラニュー糖を加えて混ぜます。この後蜂蜜も加えて混ぜるんですが、砂糖もそうなんですが、蜂蜜は特にこのすぐに混ぜないと卵は固まりやすいんですね。なのであえて2回に分けて加えてます。まずは砂糖を入れて溶かす、その後に蜂蜜を加えて混ぜる、2段階です。基本的にはこの焼きドーナツ、どんどん材料を加えて混ぜ合わせていくだけなので、失敗なくとても手軽に作れる焼きドーナツです。以前かぼちゃの焼きドーナツとチョコレートの焼きドーナツ出したんですが、ぜひプレーンをという声をいただきまして、今更ながらプレーンを出すことにしました。プレーンなんですが、ここでバニラを加えていきます。バニラペースト使ってますが、バニラオイルでも大丈夫です。ちょっと卵臭さが残るので香り付けをします。次に牛乳を加えます。かなりここではシャバシャバな液体になっていきます。次に薄力粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダー、これを合わせてしっかり混ぜていきます。ボウルの中に一度に振り入れていきます。そして混ぜるときは中心から少しずつ混ぜ合わせていきます。このベースの生地がかなりシャバシャバした状態なので、粉を混ぜていくと少しダマっぽくなっていくんですね。ただこれをよく混ぜていくと、このダマは確実に取れていきますので、ダマがなくなるまでしっかり混ぜるようにしてください。目安はダマがなくなったところで大丈夫です。粉が入ってもまだ緩いですよね。そして最後に溶かしておいたバターと米油を加えます。この時にこの油、冷たいと生地に乳化していきませんので、初めの段階で結構熱々にして、それが少し冷めたぐらいの状態で加えていくのがポイントになります。冷たい時は再度少し温めてください。生地が出来上がったら型に流していきます。今日は使い捨ての絞り袋、先端を切らず口金をつけない状態で使っていきます。今日はあまりドーナツ自体に焼き色をつけたくないので、付属の天板を2枚重ねて、中心が盛り上がっているので逆さにしてます。そしてさらに汁パッドを置いて下火の熱を和らげるようにしています。1枚しかない方は、例えば下に段ボールを入れたりとか、ちょっと下火を入れない工夫をしてみてください。そして6等分に流していきます。だいたい型に対して8割9割ぐらい流れるようなイメージです。もう流し切りです。
これを160度のオーブンで20分、で私のオーブンでは15分ごろに前後反転しています。焼き上がりですね。型にバター塗ってるんで少し滑ってますが、焼き上がったらすぐに型から外していきます。それでもやっぱりちょっと色入るんですよね。これぐらいの焼き色は美味しそうに見えるかなと思ってよしとします。ドーナツが完全に冷めたらデコレーションですね。そのままでもいいんですが、今日は周りにグラニュー糖をまぶしていきます。一つ注意したいのが、このグラニュー糖をつけてからしばらく置いておくと、特に高温多湿のところではこの砂糖が溶けやすいんですね。なので高温多湿の時期は召し上がる直前に砂糖をつけていただくといいです。少しシナモンを足してシナモンシュガーに今日はしてみました。結構シナモン入れたつもりだったんですが、生地にバニラが入っているせいかあんまりシナモン感がなかったんですよね。なのでまあ香りを見ながら結構入れて大丈夫だと思います。砂糖が細かいんであんまりシナモン色わかんないですよね。上がシナモンドーナツ、下が普通のシュガードーナツになります。そして一つおまけです。実は今日の生地は水分量が多いので薄力粉の部分を 100% 米粉に置き換えて作ってみたんですね。そしたらすんごいむっちり、まあ、焼き上がりはしっとりして美味しいっちゃ美味しい。まあなんか粉の味はないですよね。こう割ってみるとむちっとした、まあ、餅っぽいような感じです。時間が経つとやっぱりちょっと硬くなってくるので、現時点では 100% の置き換えはおすすめしません。いずれまた米粉を使ったレシピも出していきたいと思います。もっちり感が好きな方はぜひ試してみてください。こちらは普通に薄力粉で作ったドーナツです。やっぱり割れ方も米粉のドーナツとはちょっと違って、しっとり感がありながらもふんわり感もあります。バターと油両方使っているので、時間が経ってパサつくことなく翌日もしっとりとした質感をキープすることができます。その他の焼きドーナツもぜひ作ってみてください。